ウクライナ鉄道。ウクライナ鉄道は、ウクライナの国有、国営鉄道会社である。ウクライナの鉄道事業における独占企業となっており、全国に鉄道網を巡らし、隣国との間に国際列車も運行している。鉄道国際協力機構に加盟している。社名は、ウクライナ語で、ウクライナ鉄道を意味する略語のウクルザリズヌイーツヤが正式に用いられる。 また、ウクライーン式ザリズヌイーツという普通表現も公式に使用されいる。略称はス、であるウ。ウクライナの公用語はウクライナ語のみであるが、国際線の運行もある。ウクライナ鉄道ではより使用者の多いロシア語名も公式に使用している。ロシア語名では、ウクライナ語正式名を転写したウクルザリズヌイーツやや、別称を翻訳したウクラインスキエジェレーズヌイエ。 ダローギが使用されている一方、正式な英語名は特に指定されていないが、正式名を転写したや別称を翻訳したが、使用されることが多い。日本では、意訳して、ウクライナ国鉄と呼ばれることもある。ただし、ウクライナ語等での正式名には、国を表す単語は入っておらず、日本語への直訳はあくまで、ウクライナ鉄道である。ウクライナ鉄道は、 1991年夏のウクライナの独立後、それまでのソ連時代の6つの鉄道会社の路線や機材を受け継いで創立された。国内の都市間を結ぶ、郊外列車や近郊列車、そして貨物列車を運行している。その他、企業のための専用線や軍事鉄道、一部の地下鉄も運行している。鉄道部門の使用資産は22万 HRN となっている。 そのうち57%が固定資産であり、流動資産については66.7%を占めると評価されている。ウクライナにおける最初の鉄道はオーストリア帝国領であった西部ウクライナで建設された。最初の鉄道となったのは1861年に開通したペレムイシュリリビュー間の路線であった。クリミア戦争が終結すると ロシア帝国領の東部ウクライナでも1865年にオデッサバ・アルタ間の路線が開通した。その後、ロシア帝国領下の路線は、1869年にバルタからクレメンチューク間、1870年にバルタからジュメールインカ経由で、キエフ間が延伸された。また、ロシア本土の路線との連結も進められ、1869年には、 クルスク・ハルキウタ・ガンロー区間が、1870年には、クルスク・コノトープ・キエフ間が開通した。東西・ウクライナの鉄道が連結されたのは1871年で、ボロチーシク経由で、リビュージュメールインカ間が連結された。東西・ウクライナの鉄道網の連結に合わせて、中部・ウクライナの鉄道網との連結も実現した。19世紀末までに、 ウクライナの鉄道網はほぼ完成した。その構成は、キエフや他のウクライナの中心的都市にではなく、遠く国境の向こうにある中心に向かっており、この時代のウクライナにおける帝国イコール、植民地主義的支配を物語るものであった。ロシア革命後、一部の鉄道路線が廃止され新しい路線区分に組み替えられるなどの改変が行われた。ロシア内戦の時期、 また、ウクライナソビエト戦争や、ポーランドソビエト戦争では、ウクライナの鉄道は、大きな被害を受けた。鉄道網の発達していたウクライナでは、走行列車が有効に使用されたが、同時に、軍事的に重要な戦略拠点とみなされた各地の大駅では、クルートイ駅の戦いや F イコールボルインシクイー駅の戦いのような、激しい戦闘が行われ、鉄道機能が破壊された。 ソ連の結成後はインフラの再建や新しい車両の製造などが積極的に行われ、ウクライナの鉄道はかつての機能を取り戻したが、それもまた大祖国戦争で破壊された。戦後、クリミア半島がウクライナ共和国に組み入れられた。ウクライナにはハルキウ輸送機械製造工場やルハンシク、ディーゼル機関車製造工場のようないくつかの重要な 鉄道車両工場が置かれ、主に蒸気機関車、後ディーゼル機関車が開発、製造された。また、ルハンシクテプロボーズでは、近郊電車として使用される電車の開発、製造にも力を入れている。1991年8月24日に、ウクライナが独立すると、9月18日の国会の勧告により、ウクライナの6鉄道の社長のもとで6社のグループ化の 検討が開始された。11月1日までにすべての課題に対する回答が出され、ウクライナの鉄道財産は一つに統合されることとなった。1991年12月14日の内閣第356号政令、ウクライナの鉄道輸送の国家機関の設立にいてが採択された。ウクライナの鉄道における最も重要な旅客観戦は、 キエフファースチューコゼアートインズドルブニューリビュー戦、コゼアートインジュメールインカオデッサ戦、キエフコノトープショーストカ戦、キエフポルタバハルキューデバーリチェベ戦、ファースチュースミーラドニプロペトローシク戦、クルイビーイリーフドニプロペトロークドネツク戦、ハルキュードニプロペトローシクザポリージャシンフェローポリ、セバストーポリ戦、リビュームカーチェベチョープ戦などである。 貨物輸送の主要品目となっているのは、石炭、鉱石、鉄などの天然資源である。このような、様々な鉱物と石油が、貨物輸送では重要な地位を占めている。これらの輸送物資は、主に4つの輸送経路で運ばれている。最大の貨物路線は、クルイビーイリーフドニプロペトローシクデバーリツェベ線、クルイビーイリーフファースチューリンユー線である。また、オデッサ、 ベルジャーンシク、マリウーポリといった国会から世界に繋がる港へも、貨物路線が直結している。また、ウクライナの鉄鉱石は、年間産出量、2008年実績、約7300万トンの2割近くが、ウクライナ鉄道から、鉄道企業体カーゴスロバキアを経て輸出されている。ウクライナでは、ソ連時代より8歳から15歳の子供向けに、 鉄道員となるための特別の教育を受けさせるための専用鉄道を運行してきた。それが子供鉄道と呼ばれる 750mm の狂気鉄道で2007年末現在で9つの子供鉄道が運用されている。1994年時点での営業キロは 期間1524ミ、mm、リメートル区間が23,350キロメートル、1435ミ、mm、リメートルの標準期区間が201キロメートル、後期区間は9,000キロメートルが電化されており、標準期区間はすべてが電化されている。その後もいくつかの路線で電化が進められている。ウクライナ鉄道は周辺7カ国の鉄道と連結している。そのうち、 旧ソビエト連邦構成共和国であったベラルーシ、モルドバ、ロシア連邦の鉄道とは同じ機関であるが他の4カ国とは異なっており直通列車運行の課題となっているそのうちポーランドへは機関変更用の路線が使用されている現在、ウクライナの鉄道にとって最重要課題となっているのはこうした周辺国鉄道との連結であるつまり ポーランド、スロバキア、ハンガリー、ルーマニアといった周辺国では 1435mm の標準機が主流となっているが、ウクライナ鉄道の機関は 1524mm であり、そうしたヨーロッパの鉄道と直結するには国内の機関を狭めなければならなのである。現在、ウクライナと周辺各国との国境では列車の越境に際しては機関車の交換と 客車、貨車の台車の交換が行われている。これにより、特に所要時間の観点において、列車輸送の利点が大きく損なわれている。ウクライナ全国の帰還を狭めるのは、非現実的な課題であるので、この問題の解決のため、ポーランドとの国境では、UW-2000 というフリーゲージ客車が導入されている。しかし、その運用は一路線に止まっている。このか。 老朽化した鉄道設備の更新も必須の課題となっている。一部の駅は政府や外国の支援により補修、近代化工事を完了しているが少数派に止まっている。また、長距離列車は航空機より運賃が断然安いこともあり広い乗客層から一定の需要があるがその高速化が課題となっている。キエフモスクワ間の国際夜行列車には 従来の運行列車より大幅に所要時間を短縮した高速列車が導入され人気を博しているが1日1往復に止まっている。このほか高速運行用の機関車や時速 130km 運転に対応する通勤型電車も開発、導入されている。しかしながらウクライナ鉄道で運行されている列車の多くはソ連時代の古い低速な車両であり、 整備はよくされているものの、経年数からして、車両の老朽化は否めない。ウクライナ鉄道は、以下の6つの鉄道会社によって構成されている。これらの会社は、ウクライナ全国へ、鉄道網を張り巡らせている。1983年のフランスにおける、鉄道密度は 1000km に 65km で、あったが、ウクライナにおいては 1000km に 38km。 最も鉄道網の発達しているのは、ドンバスを中心とする南東部で、西部でもまたよく発展している。鉄道総延長は22万 3000km で、そのうち37%に相当する 9169km は電化されており、35%に当たる 8000km は伏線以上の区間となっている。なお、ある統計によれば、 ウクライナの鉄道総延長は日本の 23,168km に次ぐ 22,473km で世界第13位となっている。発展した駅施設を伴った中心的な鉄道中継点には、キエフ、リビウ、ハルキウ、ドニプロペトローシク、ファースチウ、デバーリツェベ、ジュメールインカ、スミイラなどがある。ウクライナ鉄道では、 電車区間については、近郊列車を中心に電車を投入し、都市間に走らせる、郊外列車や国際列車には電気管車牽引の客車編成を当てるというソ連スタンダードの列車運営を行っている。非電車区間は、ディーゼル機関車牽引の客車列車が多く使用され、機動車の導入は限定的である。貨物列車には、国産の二百0型に代表される、 専用の強力な機関車が挙げられ、ウクライナ経済を支える物流感染としての役割を担っている。ウクライナ鉄道車両の塗色は、基本的には、青と白の塗り分けに赤のアクセントの入るものである。しかしながら、ソ連時代の緑と代々に、木という塗装も広く継続使用されている。また、これら以外の塗装も何種類も見られるが、一般に、 ウクライナ鉄道色のバリエーションといえるもの、ソ連時代の塗色に準じたもの、完全な特別塗装の3種に分けられる。このほか、ソ連時代、ウクライナ時代にかかわらずその形式固有の塗装という塗色も存在しているが、特にウクライナ独立後に製造されている新型車両については、会社としての統一性より、新型車両としてアピールを重視しているためか、形式ごとに、 固有の塗装がなされている場合が多い。青、白、赤のウクライナ鉄道色に塗られているのは、もっぱら、ソ連製の車両である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。